しております、キラボシです。今年の日本ロマン仲間祭では、関東賞、受賞させていただきました。本当にありがとうございます。さて、今年の曲はですね、キラスカビッグバンドという曲を作りました。毎年毎年キラボシ何やるんだろう。そうね、本当に変わったことやってます。今年はですね、生バンドというか生楽団連れてきまして、生演奏なんて今日も3人かな、4人ぐらい来てますよ。音、いろんなとこ出てきますからね。あとね、今年は伊勢音頭だったり、スーカー、ビッグバンド、いろんな音楽詰め込みました。聞いても楽しいです。音が飛び出すんですよ。どういう風に飛び出すか、皆さん見て楽しんでください。見ても楽しいんですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キラスカービッグバーン。これこりゃ
ありがとうございました。キラボシの皆さんでした。楽しかったですね。はい、では続いてのチームで紹介させてもらいます。続いてのチームは鳴子町の皆さんです。結成15年目という、ね、ことでございます。チームのこだわりは、音奏は、あ、違う、オンリーワンでいることですね。オンリーワンでいることということでね、鳴子町の皆さんに踊っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。音奏はそんな鳴子町でございます。失礼いたしました。踊り子揃いましたね。会場の皆様こんにちは。地元緑区はお隣の町、鳴子の町からやってまいりました。鳴子の調べと書いて鳴子町と申します。鳴海にはですね、立派な神社があります。鳴海神社と言いますね。皆さんご存知かと思います。じゃあ鳴子の町にはどうか、そんな感じでご覧ください。鳴子町